今日はじゃーん、ジーマのラムネでわっしょい、これを買ってみました。初めて見てんけど、ジーマラムネでわっしょい、アルコールは 4% で、これ飲んでいきたいと思います。あ、ラムネの匂いする。お祭りみたいな匂いする。いただきます。うまっ。でもやっぱなんていうのな、綿菓子とあのカラフルなラムネを足したような感じ。うん、結構甘い。美味しいやんこれ。なんかお祭りのラムネのイメージを想像してたから、そういうのとは少し違いました。で、今日は私が大好きな大好きな煮卵おにぎりをいろんなところから買ってきました。自分の煮卵を作ってみた。爆弾みたいになってんけど、まずこれセブンイレブンの半熟煮卵おむすび、100円ローソン味付け卵、ミニストップ煮卵おにぎり、ローソンにはなかったからミルフィーユだし巻き卵と炙りからし明太子、これマジうまそうすぎて買ってしまった。全然煮卵関係ないねんけど関係ないねんけど買ってしまいました。で、煮卵のこの作り方やねんけど、醤油、みりん、酒、生姜、ニンニクを入れて、卵を味付けしてるだけです。じゃあまずは自家製からやっていきたいと思います。お米は16穀米を使ってます。いただきます。全然たどり違う。お米にかけるとやっぱちょっと薄くなるから、もっと醤油いったんかな。なんか出汁系が少ないかも。うん、うん、煮卵と米バリ合う。卵自身にすごい濃い味がついてるから、米が薄くても何の問題もなかった。うん、うまっ。うん、めっちゃおいしい。あー、やっと同じサイズになった。結構食べたね。次、この100ロのいってみます。100ロって知ってる？100円ローソンやねんけど、商品がほぼすべて100円に消費税やねん。もともとは100ロじゃなくて、ショップ99999やってんな。いただきます。小麦やな絶対。いただきます。うーん、醤油の薄味ですねこれは。うん、うん、卵の半熟さがほんまに美味しい。味は薄味で、簡単にちゃちゃっと作ったよって感じの味がしてます。うまっ。次、ミニストップ、じゃじゃーん、こんな感じ。いただきます。まあ、100円のクオリティにしてはすごい美味しい。海苔がすごいいいアクセントを出してくる。これ黒胡椒のマヨネーズ入ってるよな。黒胡椒マヨネーズをほら使用してるからこそ味がする。なんかほんのりパンチが効いてる。まろやかなパンチ、おいしい。次、セブンイレブン、これは結構私おなじみですごい食べてんねんけど、このな、半熟卵ってさ、豚骨ご飯やねん。濃厚豚骨ご飯が
マジですっごいで、これ。おなじみの味、いただきます。うん、うま。簡単に言えば、豚骨ラーメン食べた後に米を入れて、んで味玉を添えて食べてる感覚。ほんまに味が濃くて、あとなんか豚の角煮みたいなんがゴロッとたまに入ってんねんな。ほんまにすごい、これ。なんかうまっ。うん、やっぱここの卵が一番うまい。いや、セブンイレブンマジですごい、うますぎ。黄身とろとろやし、この味の濃さマジでどうやってんのレベルで、ほんまに美味しい。マジでみんな食べてみてほしい。次、これ食べてみる。いや、後ろからはみ出てる、ケツの穴から身出てるみたいになってもうてんねんけど。炙りからし明太子や。すごい組み合わせやねんけど。うん、だし巻き卵はすごいだしが効いてて甘めです。に炙り明太子、炙りからし明太子で炙った苦み、苦みの感じと甘みが合わさる。めっちゃ美味しいってわけでもないな。まあ普通に、あの、好きなものが、私が大好きなものがここに詰まりましたっていう感じかな。うん、これ難しいな。でも米うまい。私どこのメーカーか忘れたけど、こういう系の袋に贅沢なんたらって言って、イクラとなんか何かが入ったおにぎりがあんねんけど、それはほんまに美味しかった。そっちの方が私好きやったな、こっちより。自分のこれも美味しかったけどな。お腹いっぱいや。ああ、ということでね、もうめちゃめちゃお腹いっぱい。やっぱり米と卵は膨れるわ。ということで、せーのとさん、はい、ごちそうさまでした。ちゃんちゃん。ぜひみんなも煮卵おにぎり食べてみてな。他にもおすすめのおにぎりあったら教えてな。ほな、バイバイ。いやー、食った食った、食った、食った食った。